か。それでは、カーリー大学、今回はですね、お金のことについて学びたいと思います。突然ですけれども、お金ってすごく大事じゃないですか。ただ、このお金ですね、学校では学ばないですし、家庭でも学んでいるところって多分少ないと思うんですよね。じゃあどこで学ぶかって言ったら、人はですね、大体まあ社会に出て働くようになって、でまあお給料をもらって、それでまあ遊びに行ったりだとかですね、ご飯食べに行ったりだとかデートとかして、やがて結婚するようになったら、まあ家庭を養っていって、まあそうやって実践していくものなんですよね。でも、いきなり勉強する前に実践なんで、結構ここでですね、つまずいている人が多いんですよ。これはもう世界中でですよ。じゃあなんでこんな状況になってるかって言ったらですね、まあいろんな理由はあるかもしれないですけれども、基本的にお金のことについて話すのってあんまりいいとされてないですよね、きっと。これはタイでもそうだと思うんですけど、まあ日本もそうです。多分世界中で、まあユダヤ人が、金儲けしてるユダヤ人が迫害されてきたっていう歴史もあるように、世界的にそういう流れだと思うんですよ。ね、私も実はそうだったんですよ。それまではお金っていうものは後からついてくるものだと、そのように信じ込んでいたんですよ。ただ実際はそうではないんですよね。やっぱり、お金のことについて学ばないと、このお金についてですね、賢い、まあ、運用ができていけないんですよね。それを教えてくれる本が、こちらですね。今回の、参考文書ですね。金持ち父さん、貧乏父さん。まあ、超有名な、ベストセラー本なので、皆さん、まあ、タイにも出てますよね、ご存知だと思います。こちらをですね、ちょっと解説していきたいと思います。著者はですね、ロバート・キヨサキという日系4世のですね、アメリカ人になるわけなんですけれども、この人が本の中で言うわけですね。平均的な教育を受けて、真面目に働く人の、一生を思い浮かべてみると、一つの共通したパターンが見えてくるっていうことを言うんですね。まあ、ある家庭に子供が生まれたとするじゃないですか。で、学校に行くようになって、両親は言うわけですね。きちんと勉強しなさいよってね、いっぱい勉強していい大学に入りなさいよっていうことを言うんですね。で子供はですね、果たして大学に入学できてですね、両親も大喜びですよ。中にはですね、さらに学業を続けて、まあ大学院に、まあ行く人もいるわけなんですけれども、いずれにしても、まあ両親の、言われた通りの人生を歩み始めるんですね。つまり、まあ、大学を出た後はですね、まあ、大きい企業、ね、有名どころの企業、あるいはですね、まあ、安定した企業ですね、社会保障がしっかりとしていて、まあ、将来的にも、まず潰れることはないような、まあ、安定した企業に、まあ、こう勤め始めるわけなんですよね。で、社会人になると、クレジットカードが届いてきたりもするんですよね。で、まあ、いずれにしましても、もう働き始めてるわけですから、お給料をこうもらえるわけなんですよ。このお給料も、今まで隙間時間でやってきたアルバイトでもらう金額よりも、もう1ヶ月丸々働いたやつをもういただけるわけですから、もう大金なわけですよ。ね。この大金で、まあ、仲間とですね、飲み行ったりだとか、遊びに行ったりだとかですね、もう車も買いますよ、バイクも買いますよ、ね。旅行行ったりだとか、あるいは、まあ、恋人とデートしに行ったりだとか。ですね、もう人生はバラ色ですよ。面白くてしょうがない、ね。やがて結婚しますよね。結婚して、子供ができたりとかしますよ。子供がでもいる家庭っていうのはですね、もう幸せ以外の何者でもないですよ、ね。もう2人はですね、人生の、こう成功を手に入れたようなですね、もう幸せに、満ち溢れた生活を送るようになるんですよね。やがて子供がですね、だんだん大きくなってくると、それにかかる費用も、まあ、学費とかですね、いろいろ、もう、諸々の費用がかかってくるわけですよ。で、二人はますます、こう、認識するわけですね。もっとお金が必要だと。さらに、頑張って働こうっていうことですね。さらに二人はですね、頑張って働いていくわけなんですよね。で、給料は上がりますよ。ね。で、
次の子供もできたりとかしてですね、そうするともっと大きな家が必要になるじゃないですか。ね、大きいところに引っ越したりだとかですね、あるいは増築したりだとかですね、するためにお金が必要になって、2人はさらに一生懸命働き、良き従業員となると。ね。で、収入を増やすために学校に行く人もいるみたいですね。あるいはもうこの時世ですから、副業を始める人もいるかもしれないですよ。ね。一家の収入は上がりますけれども、累進課税のために、支払う税金は高くなりますよね。家も大きいところに、越したためにですね、固定資産税も増えると、その他社会保険料とかですね、いろいろあの諸々の税金がですね、やっぱり高くなっていくわけですよね。で、二人は言うわけですよ。給料は増えてるのに、そのお金はどこに行ったんだって。その、疑問を抱きながら、ただただ、二人はですね、もっとよく、働いてですね、わずかに、残ったお金で、わずかながらの投資信託を買ってるとかですね、生活必需品はですね、クレジットカードで、買うようになるんですよね。で、子供たちはですね、学齢期になって、いよいよ大学に入るための資金もですね、貯めていかなければならないし、自分たちのですね、老後の資金だとかもですね、考え始めるわけなんですよね。で、もうこの35歳になったですね、この二人はですね、今や完全にラットレースに巻き込まれて、退職の日までがむしゃらに働くっていうことが書いてあるんですよ。ちょっと怖い話みたいになってきません？ラットレースって何？だってこの今の話ってよくある人生のなんか下りじゃないですか。さらに続きますよ。この二人、若い夫婦はですね、会社の持ち主に利益をもたらすために働き、政府に税金を納めるために働き、銀行に住宅ローンを返すために働き、クレジットカードでの買い物、この支払いのためにただただ働き続けると。ね。そしてこの夫婦はですね、子供にまた言うわけですよ。一生懸命勉強していい大学に入りなさいよって。いい大学に入れば、安定したいい企業に入れるからって。ね、こうやってこの夫婦はですね、お金について一生学ばず、ただがむしゃらに働き続けると。このプロセスは次の世代でもまた繰り返される。これがラットレースだっていうことを言うわけなんですよ。って思いましたね。正直。僕これ読んだ時は。26歳ですよ。26歳でですね、あの南の島に旅に出かけた時に僕読んでたんですよ。バスの中か船の中か分かんないですけど、この本で、しかもこの本ですね、この部分ですね、11ページ目に書いてあるんですよ。分かります？この本が始まって11ページ目にいきなりこれが出てくるわけなんですよ。この衝撃でしかなかったですね、私は。はい。いきなりこのラットレース怖くないですか？ね。ただですね、安心してください。この、本にはですね、このラットレースから抜け出すための知恵、もですね、たくさん詰まってるんですよ。ね。その中から、僕がいくつか、ピックアップして、まあ一緒に、紐解いていくことにしましょう。ね。で、この金持ち父さん、貧乏父さんはですね、私には2人の父がいるというところから本編が始まるんですね。で、この二人の父はですね、言ってることが全然違うよっていうことを言うんですね。一方の父がですね、頑張って勉強しなさいよと。そうすれば、いい大学に行って、まあ、いい企業に入れるからっていうことを言うんですね。で、もう一方の父が言うにはですね、もう頑張って勉強しなさい、というところまでは一緒なんですけれども、そうすれば、将来ね、いい会社を変えるからっていうことを言うんですね。全然違いますね。一方の父が言いますよ。それを買うお金はないっていうことを言うんですね。で、もう一方の父は言うんですよ。それを買うにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えろっていうんですね。一つは断定的で、もう一方は疑問文だったっていうことを言うんですね。で、言うわけですよ。何も考えずにそれを買うお金はないと言ってしまうと、
頭が働くのをやめてしまうからだということを言ってたんですね。これどっかで聞いたことないですか？ね、前回の思考を現実化するですよ。そうなんですよ。この本の、すごく面白いところは、あれなんですよ。お金に関する哲学のお話なんですよね。だから、お金をどうやって具体的に稼ぐかという本ではないんですね。お金に関する考え方、常識だとか、固定概念を取っ払ってくれる本なんですよ。だからその点がすごく面白いっていうことですね。で、このロバートはですね、まだ子供の時ですね、あの9歳ぐらいだったかな、確か、それはちょっとごめんなさい、うろ覚えなんですけども、9歳ぐらいの時に、僕は、この、だ金持ち父さんの方の、言うことを聞くことに決めたっていうことを決めるんですよ。ね、で、まあ、ネタバラシになってしまいますけども、貧乏父さん、いわゆる貧乏父さんと呼ばれる、人はですね、実の父ですね、本当の父親。で、金持ち父さんと、呼んでいる、この父さんはですね、親友のマイクっていう親友がいるんですけど、そのお父さんなんですよ。で、このロバート少年が通っていた学校というのがですね、たまたま、お金持ちが集まる学校だったみたいですね。まあ、エリア的な、ものなんですけれども、だもんだからロバート少年が学校に行くと、そこにいる人たちはみんなお金持ちの息子といった環境だったみたいですね。だから家に帰ってきて言うわけですよ。父さんって言って。もう誰々は、夏休みのバケーションにね、どこどこの別荘に行くんだってさ、って。うちにはなんでそのお金がないのよって。ね、もうグローブはボロボロだしさ、おもちゃも何も買ってもらえないじゃないかっていう訴えるわけですね。そうすると貧乏父さんは言うわけですね。大事なのはお金じゃないっていうことを言うんですよ。ごまかすんですね。お金の話はするもんじゃないっていうことを言うんですね。で、それでもロバートは言うわけですね。お金持ちになりたいよっていうことを言うんですね。そんなにお金持ちになりたいんだったら、お前の友達にマイクっているだろうって、あれのお父さんに聞いてみればいいじゃないかってことを言うんですね。え、マイクの父親ってことになるんですよ。貧乏父さんはですね、銀行の人からあそこのお家のお父さんはお金儲けの天才だっていうことをちょっと耳にしてたみたいですね。まあ、ともかくも、ロバート少年はですね、金持ち父さんに、その土曜日にですね、会いに行くわけですね。で、金持ち父さんも、自分の息子、だからマイクですよね。で、そのマイクと、その友達であるロバート少年からこう言われてるもんだから、じゃあまあ分かったと。ね、金持ちになる方法を学びたいんだったら、まずはうちのお店で働くといいよっていうことを言うんですね。で、まあお店っつっても、今でいうコンビニエンスショップをいくつかなんかやっていたみたいなんですよね。まあもちろんその他にも事業はやってるんですけども、その中の、まあお店、コンビニエンスショップで、二人は働くことになるんですね。まあ働くといっても、平日は学校に行ってるわけですから、毎週土日の2日間は、そこの働く、お店で働くようにっていうことを言うんですね。で、初めはですね、金持ち父さんはその2人に対して、その時給をですね、払う時給をものすごく低く設定するんですよ。で、ロバート少年とかはですね、ちょっと怒るんですよね。安すぎると。ね、こんな安い給料で人なんて雇っていいのって、もう訴えますよって、うちのお父さんも怒ってますよっていうことを言うんですね。ほうって、今度はうちの従業員と同じようなことを言うようになったな、みたいなことを言うんですね。で、今度はですね、低いんじゃなくて高すぎる、給料設定とかもするんですよ。で、そうと思いきや、もう私はお前たちには一銭も払わないっていうことを言うんですね。無給で働けっていうことも言うんですよ。ともかくも、金持ち父さんはですね、金持ちはお金のためには働かない、という教えをですね、この口に出して教えるんじゃなくて身をもって学ばせようとするわけなんですよね。このあたりのくだりも非常に面白いんですよ、ね。で言うわけですよ。金持ち父さんはですね、中流以下の人は、お金のために働くと、ね。お金持ちは自分のためにお金を働かせる、ということを言うんですね。他にもですね、いろいろ面白いことを言うわけですよね。世の中には2つのルールがあると、金持ちのルールと、それ以外の 95% の人たちのルール
ていうことなんですね。で家庭や学校で教えてくれるのは、このこっちの方の 95% の人たちに対しての、まあ、教育だっていうことを言うわけですね。なんか面白いですよね。金持ちがさらに金持ちになり、貧乏人がさらに貧乏人になり、いわゆる中流の人たちがいつも借金に追われている理由の一つは、お金に関する教育が学校ではなく家庭で行われているからだということを言うんですね。で、まあですね、もうこの初めのですね、教えというのがですね、給料が必要だということをどれだけ早く忘れることができるか、ここですね、ここのことを初めに、金持ち父さんはですね、2人に教えていくんですね。面白いですね。でロバート少年はですね、それから何十年もかけて、金持ち父さんから教えを受けることになるみたいですね。だから、大人になってからも、その教えは、あったみたいですよ。ね。で、ロバート清崎はですね、この本の中で、こんなことを言ってますね。金持ち父さんの教えは、結局のところ、次の6つに、集約できる、ということですね。1つ目。これはさっきのやつですね。金持ちはお金のためには働かないよっていうことですね。2つ目、お金の流れの読み方を学ぶということですね。3つ目、自分のビジネスを持つ。4つ目、会社を作って節税する。5つ目、金持ちはお金を作り出す。6つ目、最後ですね、お金のためではなく学ぶために働くというものですね。次回からはですね、この中から、まあ、いくつか、かいつまんでピックアップしてですね、やっていきたいと思います。それでは皆さん、サワデカー、ありがとうございます。夢見ていますか、この国の未来をもがいていますか、明日を生きるため志高く駆け抜けた同志の